ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。心霊スポットの地下。2チャンネル、オカルトいた、シャレ怖すれ、そこに心霊スポットに行った体験を書く者が現れた。6年くらい前、当時私がまだ10代だった時のことです。友人と私、それと2つ上の先輩の4人で深夜、地元で有名な心霊スポットに行くことになりました。男4人で心霊スポット巡りと、なんともむさ苦しい感じですが、友人は心霊的なものが特に苦手らしく、先輩たちは友人をからかうつもりで、心霊スポット、今から行こうぜ、と提案しました。その場所は山奥にある建物で、車で向かいました。その建物の地下で、10人近い人間が火をつけて心中したとか、建物の裏手の崖から落ち武者が登ってくる、とかの噂があるところでした。先輩たちは、もちろん地下行くよな、などと、友人を脅かすように笑って言っていましたが、いざ現地に着くと、うお、マジで怖、と言い、車から外観を眺めているだけでした。私が、降りひんのか、と先輩に尋ねると、じゃあお前降りろよ、というので、車を降りようとしました。友人は、現地についてずっと私の T シャツの裾を握りしめていましたが、降りるわ、と言い、話してもらおうとすると、怯えた顔で、やばい、ここはやばいて、絶対やばい、と、私に訴えかけてきました。とりあえず先輩たちが急かすので、友人の手を解かせて車を降りました。そして、その建物の周りを歩いて、ぐるっと一周、裏手の崖も覗いてみて、車の前に帰りました。先輩たちは興味深そうに、なんか出た？と聞いてきましたが、私は、いや何も、と答えました。そして誰も一向に車から出てこないので、前の座席の先輩たちに、お前らが行こうって言うたんやろ、降りろって、地下見るんやろ、と言いました。先輩は、お前怖くないんか、と聞いてきたので、あんまり、と答えると、先輩の片方、が、じゃあ明日までここで泊まってみろ、と私に言いました。私はなんでこんなとこで寝にゃあかんのよ、と、おそらく真っ当な意見を返しました。すると先輩 A は、怖くないんやろ、10万やるって言うたら泊まるか、と提案しました。私は、前金で今払うんならやるわ、と答えました。先輩 A は、A で、と言い、財布の中から1万円札を10枚出しました。私が、なんでこんなに持ってんの、と笑いながら聞きましたが、そういえば先輩 A は、パチンコやらスロットやらで大勝ちした、みたいなことを、その日言っていました。私は、後で返せ言うても返せへんで、と念を押して金を受け取り、その提案に了承しました。先輩たちは、アホやこいつ、と笑っていましたが、私も、10万も出す方もアホやろ、と返しました。友人は何も言わず、後部座席でうずくまっていました。先輩たちは私を置いていく前に、地下行ってこい、と楽しそうに言ってきました。10万円ももらった私は、察して気分も害せず受け入れて、地下に向かいました。火事があったのは本当らしく、真っ暗な中でもライトの光で、壁中焦げて真っ黒になっているのが見えました。地下はそんなに広くもなく、目につくところといえば、お風呂の浴槽のようなものだけでした。車の前に戻り、壁が真っ黒だった、火事でなんやら言うてたやん、と報告すると、先輩たちは、おう、と、嬉しそうに聞いていました。そして、明日の朝9時に迎えに来る、と約束をして、私一人を残して車で山を降りていきました。残された私は、あいつほんまに迎え来るんやろうな、と少し心配しながら、その廃墟の一番ましそうな横になれるところを見つけて、誇りを払い、座り込みました。時刻は深夜1時くらいで、どうやって暇を潰そうかと、とりあえず携帯をいじっていました。誰かに電話して時間を潰そうにも時間が時間ですし、電波はギリギリアンテナが一本立つか立たないか程度なので、諦めました。あまりに暇なので、もし幽霊が出てきたらとうと考えたりもしていました。まあびっくりはするかなー、などと思っていたら睡魔が押し寄せて、私は簡単に眠りに落ちていました。目を覚ますと、午前5時を過ぎたところでした。夏場だったので結構明るくなっていたし、私は山を迷わない程度に散歩することにしました。ノウサギがいて軽く感動したりして、こういう自然もいいなぁと思い、廃墟に帰り9時を待ちました。9時になっても先輩は来ませんでした。電波の良さそうな場所を探して電話をかけたのですが、友人の家で泊まった先輩2人は、すまん寝てた、と寝起き声で言っていました。大体予想通りだったので、私は、からはよ来い、と強めに言って、迎えを待ちました。迎えが来たのは11時半を過ぎたところで、先輩2人と友人、あと先輩 A の彼女が車に乗っていました。先輩たちは、何かあったか、としきりに聞いてきましたが、私は、特に何も、とありのまま話しました。つまらなさそうでしたが、まあそんなもんだろう、という結論に落ち着き、早速山を降りるため、私を乗せ車を発車させました。発車して間もなく、私は自分の足元が、誰かに掴まれているのに気がつきました。後部座席は端から私、友人、先輩 A の彼女となっており、二人とも両手は見えていました。私はそう気立ちましたが、このタイミング、とも考え、ちょっとおかしくなりました。
私は、夏場なので膝までのパンツだったこともあり、直に足を掴まれていました。掴まれているというより、その手は思い切り爪を立てて食い込ませるように、痛みを与えてきました。しかし、私が騒ぐことによって車中がパニックとなり、事故を起こすのが狙いかな、とも考えました。私は、なんかありそうな聞いたことあるような話やな、と思いながら必死に平静を装い、また、一番見られてはいけない隣にいる友人に気づかれないよう、前のめりに座って陰で隠していました。山を降りる手前あたりで、その掴む手の感触がなくなり、ガソリンスタンドに寄った後、先輩 A の彼女が、ミニストップでポテトが食べたい、と言い出したので、寄ることにしました。私は皆が車を降りた後、先輩 A だけこっそりと呼び、他の3人と違う場所に移りました。先輩 A は、どないしたん、と聞いてきて、私は、危なかったでー、と息をつきました。よくわからないという表情の先輩 A に、正体不明の手の爪による血の滲んだ足を見せ、降りる時に足掴まれてた、と言うと、先輩 A の顔はまさに真っ青になっていました。先輩 A は、マジか、自分でやったとかじゃないんか、と聞いてきましたが、私は綺麗に切った爪を見せ、こんな爪でどうやってこんな跡つけれんねん、まあどっちでもいいけど焦ったわ、と答えました。お前、なんで黙ってんのん、そん時言えよ、そんなもんお前、言うたらパニックになって事故るかもしれへんやないか、ああ、そうか、ナイス判断やろ、おう、友人と彼女には言うなよ、トラウマなるで、わかってるけど俺にも言うなよ、怖いわ、いや、誰かに言いたいやんかやっぱり、とうというやり取りをした後、他の3人に黙ったまま買い物を済ませ、友人宅に戻り、私はすぐ自宅に戻ることにして解散しました。家に戻ることにした私は、ドアの鍵を開けて部屋に入りました。当時私は、ワンルームマンションの部屋に住んでいたのですが、開けてすぐに、部屋に誰かがいるのが見えました。坊主頭にかなりの猫背で、ジャージ姿の男でした。私の部屋は4階だったこともあり、すぐに逃げられるのは私を押しのけてドアから出るしかない、という考えもあり、その場から動かず、アキス、と声をかけました。男は振り向きませんでした。ジェ、幽霊、足あるけど、と声をかけても振り向きませんでした。しばらく見ていましたが、彼はくくりとも動きませんでした。仕方なく私が、どっちでもいいけど、土足やめてや、と言いながら近づくと、彼はベランダの方に静かに歩いて、私と距離を取りました。私は、なんだこいつ、と思いつつも、両手に刃物等は持ってなかったようなので、取るもんなんかなんもないし、警察も呼ばへんから、とりあえず出て行ってよ、と、ベッドに腰を下ろして男に言いました。それからしばらく男をじっと見ていましたが、微動だにせず何も言いません。しゃあないから叩き出すよ、と声をかけても反応しませんでした。しかし、ふと私が掛け時計に目を向けて彼に向き直ると、彼はこちらに顔だけ向けて、私と初めて目を合わせました。目は小さくシャシが入っている感じで、団子花、口は少しだけ開いている。私はその顔つきに、なんか普通の人とは違う違和感を覚えました。彼は若干睨むようなそうでないような感じで、こちらをじーっと見て、私も彼をまっすぐに目をそらさず見ていました。4階な上に鍵もかかっていたままだったので、この世のものではないという考えもありましたが、幽霊にしてははっきりしすぎているというか、正気がある感じがしたので、私は8割、普通に家に入り込んだ人間、という風に彼を捉えていました。私は立ち上がって、彼を見た時の違和感をそのまま口に出していました。知的障害かなんかの子かな、怒らんから、出ていこう、ほら、そう言って彼の腕を掴むと、その感触は異様でした。どっしりと中身の詰まった段ボールのような感触で、気味が悪いものでした。すると彼は少し振り払うように腕を動かし、私はその感触もあってか手を離すと、とぼとぼと玄関の方へ歩いていき、ドアを開けて出ていきました。私も少し待って、下のマンションの玄関あたりを観察しようと思いドアに向かうと、部屋とドアの間にあるトイレのドアが、ドーン、と激しい音を立てました。私は少し警戒しながらトイレのドアを開けましたが、誰もおらず、いつもと変わらぬ光景でした。すると次は、流しの上の観音開きの小さな戸棚から、ドーン、と激しい音が聞こえてきました。なんやねんと思いつつもその戸を開けてみると、そこには30代後半くらいの男性の顔があり、じっとこちらを見ていました。私もその男も、じっと少し睨むような感じで、お互いの目を見ていました。そして私はなんとなく、どうせ何回言うても黙ってんねやろ、と口を開き、戸棚を閉じました。その後、夕方まで特に何も起こらず、少し睡眠をとったりした後、当時勤めていた職場であるお店に向かいました。そこでよく、この店は出る、などとよく言っていた、自称、霊感がすごい、大学生のアルバイトの女性、H さん、に、昨晩泊まった心霊スポットについて尋ねました。H さん、〇〇、心霊スポット、って言ったことあります?あるよ、あるけどもう絶対行きたない、やばいんですか?やばいやばい、絶対やばい、あそこ行くん?行かないですけど、地下がやばいとかって聞いたんですけど、だって地下で死んでんやろ。
という風なやり取りをした後、あそこはどういう場所か知っているかと聞くと、更生施設のようなところで、どうしようもない不良や、知的障害の人などが収容されてたとかなんとかと、聞いた話で確信はないが、という風な感じで教えてもらった。これも有名な話らしかった。私は少しだけ自分の考えと繋がった気がして、坊主頭の彼を思い出した。仕事中、携帯電話は基本事務室に置いていたのですが、アルバイトの従業員が、なんかずっと鳴ってますよ、と、私に報告してきました。私は何だろうと思い、携帯の着信を確かめに事務室に向かうと、確かに携帯は、まだ着信のバイブレーションで震えていました。あ、繋がった。それは先輩 A からの着信で、出てみると、なんか、友人がずっとおかしいねん、頼む、ちょっと来てくれ、頼む、と、必死に懇願してきました。その後ろから、叫び声がずっと聞こえてきていました。これはただごとではないと思い、オーナーに電話をかけ許可を取り、他の従業員に、少し頼みます、と事情を説明した後、友人の A に向かいました。友人も一人暮らしで、先輩二人と先輩 A の彼女の三人は、よくそこを溜まり場にしていました。そしてその日も、四人でその部屋にいたようでした。あまり離れていなかったこともあり、30分弱で友人宅に着きました。部屋に入ってみると、ああ、とひっきりなしに叫んでいる友人と、友人を抱えた先輩 B、泣き晴らした顔の先輩 A の彼女、飲ませようと思っているのか、水の入ったコップを握りしめた先輩 A、知らないおばさん、後で聞くと大家さんでした、の5人がそこにいました。私は先輩 A に、こいつ知らんところで薬でもやってたんか、と、責めるような口調で尋ねました。先輩 A は、そんなことするわけないやろ、取り憑かれたんちゃうんかこれ、と、半ばパニックになったような感じで、なんとかなれへんのか、と私に言いました。そう言われてもどうしていいのかわからない私は、とりあえず先輩 B に代わって友人の肩をつかみ、友人、どないしたんや、落ち着け、と声をかけました。しかし、友人は私の声など聞こえていないようで、叫び声を上げるだけでした。以前、友人の姉が狐に取り憑かれた、という話を聞いたことがありますが、それも友人が、心霊現象が苦手な要因になっていることもあるのだろうと、大丈夫や、こんなもん気の持ちようや、しっかりしろ、と、耳元で声をかけました。しかし、友人は叫び声を上げるだけでした。口の端が泡立ってきているほどでした。黙りかねた私は、黙れ、落ち着け、と大声を上げて怒鳴り、髪の毛を掴んで顎をしゃくり上げました。すると、友人は叫ぶのをやめたかと思うと、ふう、う、と甲高い声を上げたかと思うと、私の腕に顔をうずめるようにしがみついてきました。私は友人に、どうした、もう大丈夫なんか、と聞くと、友人は顔を埋めたまま首を横に振りました。とりあえず水飲もう、と友人から離れようとすると、叫び声を上げ私の名前を二度叫び、離れんといてくれー、と泣き声で言いました。仕方なく私は、その状態で30分くらいの間じっとしていました。ある程度落ち着いた友人が、子供のようにせがむのをなんとか言い聞かせ、先輩 A の彼女に代わりに様子を見てもらい、先輩 A、B の二人と大家さんと部屋の外へ行き、大家さんにひとしきりお詫びして、三人で話し合いました。大家さんは、近所の苦情があったのと、隣に住んでいたため来たようです。私は、やっぱり丸々言ったせいかな、と、先輩 B にも足をつかまれた件を話し、部屋にいたジャージの男や、戸棚の顔についても二人に話しました。すると先輩 B が、お前が怒らせたからちゃうんか、などということを言い出しました。怒らせたって、止まったから、なんかしたんちゃうんか、寝ただけやがな、それで怒ってんのちゃうんか、私は、幽霊を、と少し笑いながら尋ねると、先輩は急に、もう嫌や、と頭を抱え、タバコを吸い出しました。私は少し呆れながら、先輩 A に、どうすると尋ねました。お払いしてもらうしかないんちゃうんか、あんなもん当てになるんかいな、だってそれしかないやろうが、怒ってんねやったら、謝ったらええんちゃうん、誰によ、心霊スポット、行って、幽霊に、おい、また行くんか、だって家帰って、ジャージとかがまた出てくるかどうかわからんし、絶対嫌や、行くんだったら一人で行けや、別に声言うてへんがな。というやり取りをして、また友人が叫び出したら電話して、と先輩 A に頼み、私は自分の家に車を取りに戻り、廃墟へ向かいました。夜中だったこともあり、自分で運転してみると、廃墟へ向かう山道はなかなか際どいカーブなどがあって、一層危険に感じました。一度道を間違えましたが、なんとか昨日の廃墟に着いた私は、そこでライト等を何も持ってきていないことに気づきました。とりあえず外側から廃墟に向かって、すいませんでした、と少し大きめな声で一声かけました。が、何も反応はありませんでした。なんか反応してよ、と独り言をつぶやいた反面、俺何やってんねやろ、と、少し気恥ずかしい感じでもありました。私は携帯電話の明かりを当てながら廃墟を歩き回り、一晩泊まったからって、そんなおこらいでもええやんか、帰れ言うてくれたら、歩いてでも帰ったのに、と、誰もいないのに、一人で言い聞かせるように話しました。正直、ほとんど明かりもないのに行くのは嫌だったのですが、やっぱり地下なんかなぁ、と思った私は、地下に向かうことにしました。
地下に向かうと、前には感じなかった人の気配を一気に感じました。おお、これは、おるなぁ、と、気丈に振る舞うためかわざと口に出し、いきなり後ろに立ってるとかはやめてね、と言い、地下の真ん中あたりまで歩きました。ほとんど何も見えず真っ暗でしたが、そこで立ち止まり、もう来えへんから、ごめんね、と、誰かに言うように言い、少し待ちました。しかし何も起きず、さらに10分くらい待っていると、気配もなんとなくなくなった感じがしました。なので、最後に、出てくるのはええけど、俺のとこだけにしてね、と言い、地下を出ました。車に戻り、少しだけ廃墟の外観を眺めた後、山を降りるため車を走らせました。運転しているのに足をつかまれてはかなわないので、できるだけスピードを落として走行していました。すると今度は、後部座席から肩をつかまれました。最初は掴むだけで、どんどん爪を立ててくるような感じでした。私は、行ったー、と言いながらも、事故を起こさないよう、できるだけ安全に、気にしないよう車を走らせました。どんどん爪を食い込ませる力が強まり、痛みはどんどん大きくなっていきました。そして、いつまでも爪を立ててくるその手に腹が立ち、広めの道路の脇に車を止め、ちゃんと謝ったやんけ、調子乗んなハゲー、と怒鳴り、後ろを振り向きました。暗いながらも、ものすごく剣幕な顔をした女性が、私の肩に手を伸ばしているのが見えました。心の中では、うわぁ、こっぱぁ、と思いながらも、その女性をまっすぐ見つめ、なんやねん、と機嫌が悪そうに言うと、爪を立てる力がかなり緩くなり、やがて触れられている感触もなくなりました。とりあえず私は、いや、ほんとすみませんでした。もうあそこ行かないですから、と言い、じゃあ僕前向くんで、その間にどっか行ってね、お願い、と言い、前を向いて、車を走らせました。曲がり道が減ってかなり安全になってから、後ろを振り返ると、その女性はいなくなっていて、ほっとしました。二日後、また先輩 A から電話がかかってきて、友人が叫び出したと言われ、友人宅へ向かいました。私は横になり叫ぶ友人を見下ろしながら、もうええってお前、落ち着け、と声をかけても、一向に叫び止まないので、お前ほんま、静かにせえへんと本気で殴るでー、背後、四、三、とカウントすると、友人は静かになりました。なんやお前それ、くだらん演技すなよ、と呆れたように言う私に、友人は、演技じゃない、急に意識が戻った、と訴えかけてきましたが、私にはどちらでもよく、その後、友人が取り憑かれたかのように叫び出すことはなくなりました。お話は以上です。今でもたまにおかしなものが見えたりしますが、私は元気です。え、ちょっと、ここで終わりなんですか。そんなー、あんまりです。そして数ヶ月後、こんなスレが立ちました。都市伝説やオカルト好きなやつちょっと来い。よし、ここは俺が心霊スポットで一晩明かした話をさせてもらおう。ここは岡板ではなくビップです。なんかさっき聞いたばっかのような話が書き込まれていきました。ごめんなさい、お風呂入ってきます。これ前に岡板で書いてた話なんだけど、途中までしか書かなかったので、ここで書かせてもらいたいです。また来ます。どうやら先ほどの人がビップでまた書き直したようです。多少差異があるけど先ほどの続きっぽいところから始めます。それからしばらく、俺と女はお互い見つめ合っていた、睨み合いというよりも、俺は気味悪そうに眉をしかめ、女は無表情、いい加減肩も痛いし拉致が開かないので、お前かお前らか知らんけどよ、幽霊やからって調子乗んなよなぁ、と、なんだかんだ言って怖いので、決して強い口調じゃなく言った、無反応だった、仕方がないので、無視して車を走らせて山を降りることにした、その間女はずっと肩を掴んでいた。ようやく山を降りて普通の道路に出ようというところで、肩を掴む手の力が一層強まって、さらに爪が食い込んできた。俺は、痛い痛い痛いって、と抗議したが弱くしてくれない。すると耳元で、女の声で、教えて、と聞こえてきた。鳥肌が立つほどゾッとしたものの、なぜかちょっと弾んだ気持ちになって、おう、何をかな、と返すと、肩を掴まれている感触がなくなって、後ろを振り返ると女は消えていた。家に戻り、先輩 A に電話をすると、何かあったか、とやはり聞かれた。俺は、許してもらえたわ、友人にも大丈夫やって言うといて、と嘘をついた。さすがにアホの先輩 A も、ほんまかそれ、と疑ってきたが、なんせアホなので、それっぽい話をして信じさせた。最後には、怖いなぁ、よく無事だったなぁ、などと言っていた。次の日の仕事終わりに、早く上がったのでまた廃墟へ向かった。廃墟へ着くなり地下へ向かって、まずは、もう来えへんって言うたのに来てしまってごめんなさい、と挨拶をした後、教えてって言うてたけど、何を教えてほしいんかな、と、なんとなく歌のお兄さんっぽい爽やかさで聞いてみた。10分くらい待ってみて、その間、いやー昨日痛かったけど、自分可愛い顔してたなー、とか、アグレッシブやなー、などと、思ってもいないおべっかでご機嫌を取ろうとしてみた。いい加減アホらしくなってきたので、なんでここで無反応やのに、帰りしなにはしょっちゅう邪魔してくんねん、としてゼリフを吐いて車に戻った。今度は山を降りるまで何も起こらなかった。成仏したのかな、と都合よく考えたものの、数日後、やっぱり坊主頭が部屋の中にいた。長いので終わり。いや終わんなよ。
終わるな、おい。シャレコ忘れと違って VIP ではダイレクトに反応が返ってきます。いや、こっからは76みたいな話が、家とか店とかであったりって話ばっかなんです。それでもよかったら何個かチョイスして書きます。どうしたら坊主頭で亡くなったとか、あらすじっぽくしてもいいから結末を、もしかして今もとかだったりして。じゃあ帰ったとこから、お書いたのと出来事の順番とか行動が違うよね。実体験なのに入れ替わったりするかな。おう、見てくれてた人いたのか、お書いたのもこっちのにも言えるけど、多分本当はもっとバラバラよ。坊主が出たので、2回目廃墟向かったって書いてるけどほんまはそれも曖昧で、その前に向かって肩掴まれたような気もする、けどあんま覚えてない。数ヶ月後くらい、職場のアルバイトの女の子、A子さんが、終電に乗り遅れて帰れなくなったと言い出した。タクシー代を渡そうとしたが、閉店まで働かせてくださいと言い出した。まあいいかと思い閉店まで働いてもらったが、始発前に店は閉店。車で送ってやると言っても店で寝るという始末。いいけど、掃除とかしといてくれると嬉しいな。といやらしいことを言って、俺は家に帰った。一段落すると、その A 子さんから電話がかかってきた。電話を取ると、反響乱気味の泣き声で、すぐに来てください、とのこと。俺もただごとではないと思い、なんかあったんか、と取り乱したが、A 子さん曰く、お化けが出た、足音が聞こえる、と言い出した。俺は一気に冷め、仕方ないのでゆったりと職場の店へ戻った。そこで冷めるってのがすげえ、どんな育ち方したんだお前。いや強盗とかだと思うじゃない？あとは酔っ払ったヤクザが因縁つけに来たとか。職場についてドアを開けると、A 子さんはボロ泣き状態で飛びついてきた。俺は、これが B 子ちゃん、かわいい、だったらなぁと思いつつも、A 子さんに、なんやねんお化けって、と聞いた。電話で言っていた通り、ソファーで寝ていたら耳元で足音が聞こえたという、上の階の音やろ、と言っても、明らかに耳元で聞こえたと言って聞かない。わかったわかった、と半ば呆れるように聞いていると、A 子さんはご機嫌斜め、すると、店の入り口のドアが急に開いた。A 子さんは、うきゃー、と大絶叫を上げた。ドアを開けたのは、クローズの縦札も見てない、まだやってる、なお客さんだった。その姿を見て大爆笑をした俺に、A 子さんはとうとうぶち切れ、店を飛び出てしまった。店に一人残された俺はカウンター席に座り、お化けって、あれ以来よく出てくるあの子らかな、などと考えつつ、A 子さんに電話をかけて適当に謝り、しばらくその場にいることにした。しばらくすると、ボックス席の方に女の人が立っていた。俺はその女の人に近寄らずぼーっと見ていた。女はソファーの方をじっと見ていて、こっちを向いてくれない。とりあえず、あんな女の子ビビらして楽しいか？と聞いた。まあ問いかけても虫は慣れっこなので、はいはいと思いながら、虫を決め込む女を見ていた。続けて、君らって喋れへんの？と煽るように聞こうとすると、その言葉に食い気味に、教えて、という言葉が耳元で聞こえた。振り返っても誰もいなかった。俺は、知らん、と答えた。この頃、教えて、という言葉はよく聞こえてきていた。何の姿が見えなくても、教えて、と聞こえてくる。特に風呂に入っている時、氷をピックで削っている時、うんこしている時の3つの時には、頻繁に聞こえてきていた。でも、肝心の質問内容ははっきりしなかった。知らん、と答えて、しばらくその女を見ていた。この頃、ある法則が分かっていた。室内で出てくるときは、大体トイレの方向に向かって歩いていき、姿が見えなくなったところで追いかけると消えている。ふっと消えたりはしない。あくまで姿が見えなくなって消える。でもその日は、あっちやで、はよトイレ行けと思って見てても、女は一向にくくりともしない。そしてまた、耳元で、教えて、と聞こえてきた。教えてって廃止か君は、と俺は言った。薬ともしないので、ちょっと恥ずかしかった。飽きてきたので、その女を残して照明を消し、店を出た。そして、店の子まで脅かされたらシャレにならんなぁと思い、なんとなく4度目の廃墟訪問を決めた。2、3日後の深夜、久々に心霊スポットである廃墟に向かった。廃墟に着くと先客がいた。車が止まっている。そういえば夏休みの時期だった。大学生くらいの男女だった。なんか人がいるとあれなので、その子たちが帰るまでぶらぶら廃墟の周りを見て回っていた。すると、こんばんは、と声をかけられた。大学生たちの女の子二人がこわごわと訪ねてきた。あの、もしかして一人で来たんですか？あの、なんで、別に一人で来てもええやないの？あ、そうですよね。すいません。いや、なんかすいません。みたいなおかしな会話をしてから。なんか出ました、と聞くと、何も、と返され、地下行きました、と聞くと、まだ、と返された。なんでも、地下は本当にやばいから、来た人も大体立ち寄らないという。俺はとにかく、はよ帰ってくれと思った。その後、なぜか大学生の男連中と仲良くなってしまった。もともと誰とでも仲良くなるタイプではあるけど、こんなとこに一人で来てるやつ、気持ち悪いとは思わんのかとも思った。どうやら男連中は、全員20から21の3年生で、俺より年上だということを伝えると、物腰柔らかく接していたこともあり、なんかタメ口で名前呼び捨てにされるようになった。死にたいんかな、とちょっと思ったけど、まあいいかとも思った。
男連中は当然いいとこ見せたいようで、地下に入るようであった。俺を合わせて男は4人、なぜか2人1組で突入みたいな話になった。楽しそうなので付き合うことにした。男連中の中で一番気の強い栄養が、お前は俺と一緒なと、ほぼ強引に他の2人を言いくるめた。全然怖がってないので、こいつとなら安心とでも思ったのだろう。適当に付き合って地下に行って、程よいところでバイバイした。なんでまだ残るの？としつこく聞かれたので、実は待ち合わせしてるけどなかなか来ない、と苦しい嘘で乗り切った。バイバイした後、もう一回地下に降りた。今度はライトもバッチリ。さっき栄養くんと降りた時に気づいたけど、ライトで十分明るくしてみると、地面に所々炭のようなのが落ちてて、壁は真っ黒だった。お客さんの詳しい人や大学生連中からも聞いた通り、焼け死んだというのは本当なんだなというのがよくわかった。浴槽がまた目に入った。ここは風呂かな、とも考えた。そんで、あのタンクトップの子、栄養、には取り付いても栄養、と、また一人で姿も見えない奴に話しかけた。その後いろいろ話しかけては、壁を隅々までライトアップし観察した。やっぱり何も出てこないので、飽きたし帰るかと階段を登ろうとすると、肩を掴まれそうになったものの、歩いているので掴み損ねたって感じで、爪でガリッとやられた。言った、なんやねん、とライトで照らしても誰もいないので、急いでちょっとだけ明るい地上に出て、さあ出てこい、と待ち構えたけど、全く何も起こらなかった。車の方を見ると、俺の車の斜め後ろに車が1台止まっていた。またお客さんが来たのだなと分かった。大人気スポットのようだった。俺は手の親指と人差し指の間下の方のお肉をキュッとつまみ、それを歯と歯で挟んで一気にガリッといった。え、なんで突然自傷行為をしたんですか？しんどいので休憩して153体、もう6時半か。なんか長文が書き込めないので読む方に回ります。また書けるようになったらすれあれば、どうもでした。まさかの突然自分の指をかじり始めたところで終了です。教えての内容は分かったのか？そんだけ気も座ってるなら、女の霊を犯してほしいものだ。教えての内容分からん。ある時期から、教えて、が聞こえなくなったけど、今度はうんこしてる時限定で、パレードみたいな音楽が、すら聞こえるようになった。さっぱり意味が分からん。あと、間違い、肝が座っている。正しい、欠落人間。肝が座っているわけではないそうです。このキャラ結構好きですね。今は教えては聞こえないの。それだけでも聞きたい。頻繁に起こることは、教えて、うんこ中パレード、なんやかんや、と変化してて、今は教えては聞こえません。こうして話は終わってしまいました。いかがでしたか？続きが気になりますね。いくつかのまとめサイトを回ってみましたが続きはないようです。まとめサイトのコメント欄を見ると、投稿者のキャラクターが好きと嫌いで二分されていました。怪談としては怖がらないのはダメかもしれませんが面白かったです。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。